この動画では不健康なのに長生きする人3つの習慣をお伝えします。皆さんの周りにはなんか全然健康に気遣ってなくてむしろ不摂生してるのに長生きしてるよねっていう人いらっしゃらないでしょうか。もしかすると皆さんが健康について頑張っていることがあっても大事なポイントを見逃すと長生きできないかもしれません。ぜひ健康に長生きしたい人は最後までご覧ください。皆さんこんにちは、ドクターあきこです。マインドフル睡眠チャンネルでは眠れない、疲れやすい、なかなか痩せないという方のお悩みを解決するお手伝いをしております。健康なのに長生きする人3つの習慣、3つとは、まず1つ目は好きなことをやり続けるということです。2つ目は病院や薬に頼らないということ、3つ目はありがとうということです。1つ目の好きなことをやり続けるっていうことは、言い換えると生涯現役です。ご自身がやりたい仕事を一生やり続ける、そんな人が長生きをしています。例えば江戸時代の葛飾北斎、北斎は江戸時代に生きながら90代まで生きたんですね。江戸時代は50代ぐらいで亡くなる人が多かったので、90代までというのは驚異的な長生きです。しかも脳梗塞に1回なってるんですね、60代の頃。それぐらい甘いものが大好きでいろんな不摂生をしてきたんだと思います。なのに90歳まで長生きできたのにはある秘訣があったんです。その大きな秘訣が好きな絵を一生描き続けたことだったんですね。なぜ好きなことを一生やり続けるのが長生きにつながるかと言いますと、まず一つ目は好きなことをするということは、言い換えると嫌なことをしないということなんです。嫌なことをしなければストレスを溜め込みません。自分が何を求めているのかしっかり自分で気づいて、私はこれをやるんだと決めて追い続ける、その姿勢がストレスを溜めないことにつながっていくんですね。二つ目の理由としては、好きなことをやるということは自分で物事を考えて何かを進める必要があります。主体的に考えて動く習慣ができているんですね。そうすると頭を常に使い続けます。頭を使い続けるということは、脳をフル回転する時間があるので脳が老化しない。そうすることによって体全体のホルモンが整うようになって長生きしやすくなるんです。そして生涯現役であるということは、体を動かし続けなければなりませんよね。北斎のように座って絵を描く仕事でも手を動かしています。歩いて何かを取りに行きます。手足が元気で動かし続けていないと、なかなかその生涯現役ということはできませんよね。最後にもう一つ、お仕事をやり続けるということは周りの方とのやり取りがあります。自分が何かをした、誰かに貢献をした、それに対して承認が得られる、そうしたいろんな人とのやり取り、自分が認められているという承認感、そして貢献したという貢献感、そうしたものはストレスを軽減し、自分がこれからこうやって生きていこうっていうやる気につながります。こんな風に生きていこうという希望を持てることが長生きには大事なんですね。2個目の特徴は、病院や薬に頼らない。医者で言う私が言うのも変ですけれども、病院に来ると人は病人になります。患者さんは医者の前に座った瞬間に患者なんですね。入院した人を見ると一目瞭然です。病院に来た時は普通の人であっても、病室に入り病院に着替えてベッドに入ると途端に病人の顔になってしまいます。私は病気だ、病気を持っている、病人だ、そういうマインドに切り替わってしまうんです。だからといって病気があっても病院に来ちゃいけませんということではないので、誤解がないようにお願いします。病院でないと治せない病気もたくさんありますので、病院を活用することは避けないでいただきたいんですけれども、初めから病院や薬を頼って病気を治そうとしないということ、初めからというところが大事なんですね。普段の生活の中で頭が痛いな、じゃあ頭痛の薬をもらいに病院に行こうかなって思うような基本の考え方があるとします。それではなかなか頭痛は治りません。なぜかというと、頭痛の原因は普段の生活の中にあることがほとんどだからです。例えばデスクワークをやりすぎて肩こりになっている、ストレスを溜め込みすぎて夜眠れなくて睡眠不足になっている、食事によって脳のホルモンが崩れている、毎日の生活の中のどこに問題があるんだろうかとちゃんと着目してそこを改善しようというご自身の意識がなければ、慢性的な病気というのは治っていかないんです。病院の先生に治してもらおう、病院に行ってあの薬をもらおうって最初から思ってる時点で健康からは遠ざかってしまうんですね。私たちの生活は健康を作っています。そのことを長生きしている方はご存知なんです。だからこそストイックに何かをするんではなくって、自分が健康を作るんだっていう主体的な行動、そして自信がある、そこが長生きの秘訣なんだと思います。ここでよく誤解が生まれるのは、健康は自分で作るものだから、これを食べないといけない、こんな運動をしないといけない、何時間眠れないといけないっていう風にガチガチにストイックに頑張りすぎると逆にストレス抱え込んでしまう。
まってあまり健康にはなれないんです。私がおすすめするのはゆるーく長ーく続けられる、そして自分が楽しいと思える健康法を自分で作って続けることです。それには基本的な知識が欠かせませんし、間違ったことを やり続けるというのはあまり良くないんですけれども、頑張りすぎないで自分で健康を作るんだという意識を持つこと、ここがすごく大事だと思っています。自分が何をしたら心地が良いか、それが分かっていれば自分の健康習慣というのは自然とできていきます。例えば朝散歩をする、夜は眠たくなったら寝る、無理はしない、好きな人とおしゃべりする、明日も元気でいられるなということを毎日続けることが秘訣です。そして3つ目、ありがとうという、私が知っている高齢で元気な方々はみんな先生ありがとうとか、今日も生きていてよかったとか、しょっちゅうありがとうという言葉を使っています。ありがとうというのは本当に魔法の言葉で、例えば怒りがあったり、誰かに対する批判の気持ちがあったり、そんな時でもこの人に対してありがとうって感謝しよう、感謝するところってどこだろうって考えるだけで、その怒りや批判や恨みというのはスーッと消えていくんですね。もし今誰かに怒りを感じていたら、その人に対してありがとうと思えることは何だろうかと考えてみてください。なかなか思えない場合はまたちょっと時間が経ってからチャレンジしてみてください。このありがとうという気持ちを呼び起こすことによって、脳から出るコルチゾールっていうストレスホルモンがスーッと下がっていきます。コルチゾールっていうのは実は交感神経を活発にしすぎて体の緊張を強めたり、免疫力を下げたり、血圧を上げたり、眠れなくなったり、様々な不健康な体の流れを作り出していくんです。なのでコルチゾールを上げないためには、ネガティブ感情をスーッと消してしまうこのありがとうという言葉を頻繁に使うことが大切です。この動画ちょっと役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。評価ボタンも押していただけると嬉しいです。コメントも全部見ております。ドクターアキコの公式 LINE もあります。こちらの方では私が提唱するセブンアプローチという健康法についての特典動画をお送りしています。それから私の一押しアイテムを紹介したり、毎朝マインドフルになれるメッセージを送ったりもしておりますので、ぜひお友達になってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。